こんにちは、新代理メンバーの鈴です。本日は就活解禁1週間前ということで、残り1週間でやるべきことをエルトさんにお話しいただきます。エルトさん、本日よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。就活の動画とか上げてる YouTube のおじさんです。お願いします。早稲田大学3年のゆうたです。よろしくお願いします。法政大学の福山ひらとです。よろしくお願いします。2人はちなみに今就活の進捗どうですか？選考が何個か残ってるって感じですね。僕は今何も進んでなくて、とりあえず解禁の本選考に備えて ES を書いて提出してるっていう状況です。今日はめっちゃ進んでる人向けっていうよりかは、まだあんまり進んでない人向けにちょっと紹介していただきたいなと思っております。はい。ちなみに就活解禁日って何ですか？またまたざっくりな一言で言うと、まあその言葉の通り就活が解禁される日っていうことなんですけど、まあ例えば僕17卒だったんですけど、僕が就活した時代っていうのは3月1日までは面接とか就活の情報とか説明会出るとかそういうのはやっちゃいけませんよと、3月1日からみんな一斉やりましょうねと、6月1日からじゃあ面接をやりましょうみたいな流れだったので、まあこの3月1日就活解禁っていうのはまあ今だに言われているというような状況です。でなんか一応そのルール上というか、この経団連って言われる、なんかちょっとまあ偉い組織だと思ってもらえればいいんだけど、まあ、その組織が3月1日から就活解禁やってねってのはまだ言ってるんだけど、実際のところはなんかできたらやってねぐらいの感じのものになっているということで、まあ、そんな感じの日なので、まあ、お祭りぐらいに持ってもらうのがいいんじゃないのかなと思ったりします。実際その3月1日から、まあ、ナビサイトとかのエントリーが一斉にできるようになったりとか、本選考という呼び方に変わったりする会社も多いのかなと思うので、まあ、注目してほしい一日かなと思います。解禁日から動き出すのって遅いですか？全然そんなことはないと思いますよ。3月1日から動いても、みんなが行きたいような人気企業とか大手企業とか、まあ、いろんな企業に行けるチャンスはあるのかなと思うんですけど、まあ、とはいっても早く動いといて損ないよねっていうこととか、あと3月1日からエントリーできる企業が出てくるっていうことは、その日にエントリーするためにはそれより前にやっておかなきゃいけないよねという話だと思うので、早く始めといた方がまあいいのかなっていう気がします。2人は就活解禁日何やろうとか決めたりする？いや、全く、うん、全く決めてない。その解禁日だからこそこれやろうとかは何も考えてないんですけど、それってまずかったりしますか？大丈夫じゃないですかと言っちゃう。もう今は就活解禁日に始めるっていう考え方あんまりないですよね。あんまりないですよね、うん、だから呼び方が変わるみたいな、今までインターンって呼ばれてたものが説明会っていう風になったりとか、早期選考、本選考になったりとか、そのぐらいのイメージで今すでに動いてる人はいいんじゃないかなと。でまだ動いてない人は、まあ、ここから就活頑張らなきゃなっていう、まあ、ある種気を引き締めるようなスタートと思ってもらえればいいんじゃないかなっていう気がします。そこでいいスタートを切れるためにあと1週間でできることを教えてください。正直1週間前にできることってそんなにないんで焦ってもしょうがないなという気がするので、まあ、ものすごい初歩的なことを、まあ、3つやった方がいいのかなというところと、あとはその選考の前半部分に影響するところを、まあ、やった方がいいのかなという気がしますと。1つ目はエントリーシートまず書いてみましょうというところからでいいんじゃないかなと。でもうちょっと具体的に言うと、自己 PR と学生時代力を入れたことと就活の軸みたいな部分をそれぞれ400文字ぐらいで書けるようにしておくといいんじゃないかなっていう気がします。この辺はその基本的にどのエントリーシートでもとか、まあその先の面接でも聞かれることが多いんじゃないかなと、まあ、学知かなんてもうほぼ 100% 聞かれるんじゃないかなという気がするので、まあ、それを作っておいた方がいいんじゃないかという気がします。でなんで最初にこう ES を書いてねというふうに言ったかっていうと、はい、まあ、今から例えばこの3つを書くために自己分析しなきゃいけないよねっていうところがどうしてもテーマとして出てくると思うんだけど、まあ、自己分析僕はやった方がいいと思ってて、なんかやることで自分の引き出しが増えたりとか、まあ、そういったところあると思うんだけど、今からゼロからやっていこうとなると、まあ、ちょっと不安な人も多いのかなと。やってるうちに行きたい企業の応募終わってるやんけみたいなこともありえるかなと思うので、なんかイメージ、その受験生が受験直前にゼロから日本史勉強するのってちょっと無理あるじゃないですか。だったら一問一答みたいなのがあったと思うんだけど、あれをやっていくとか赤本をやるとかの方が納得感あるし、すぐに実践できるかなと思うので、まずはエントリーシートを書いていく、まあ、どの会社のエントリーシートでもいいし、まあ、リクナビさんとかであるような、まあ、オープンイエスって言われるものでもいいんで書いてみるっていうところから始める。で書けなかったら自分のちょっと過去振り返ってみようかなとか、
自分の強み何なのかなって周りに聞いてみると、そんな感じでやっていくといいのかなと思うので、まずはイエス1枚書いてみるというところからいいんじゃないかなと思います。僕自身は年明けの前から一応就活自体は始めてるんですけど、自己分析終わらない状態がずっと続いてるんで、1週間でちゃちゃっとできるものなのかなって今ちょっと思っちゃったんですけど、結構難しい質問で、できるといえばできるし、できないといえばできないっていう話だと思うんだよね。自己分析って聞いたことあると思うけど、終わりがないものじゃない、まあ、自分を分析するって多分10歳の時でもできないし、なんか100歳になってちょっと亡くなる寸前とかは多分無理だろうなっていう気がする。終わりがないものだと思うので、そこは難しいところではあるんだけど、結局その自己分析って何のためにやるかっていうと、行きたい会社をまあ見つけるためにとか、自分の強みをアピールするためにとか、そういったものがあって、まあその自分の中でこれを言えるようになったらいいでしょうっていうものをまあ設定するっていうことの方がまず大事。なんか面接において行きたい会社があるとして、その会社の求める人材がこういう人だよねっていうのがあったら、こういう人に思ってもらうための自分の情報っていうのを集めたらゴールでしょっていうふうに決める方がいいんじゃないかなと。そういうゴールを決めないでやり続けていくと、なんか自己分析が気づいたら自己否定みたいな、なんかやればやるほど俺なんもなくないみたいな感じになってしまう気がするので、そういったゴールを決めてそこまでやるっていうのはいいんじゃないかな。その意味だったら1週間でも不可能じゃないかなって気がします。じゃあ2個目お願いします。2つ目はこれもかなり初歩にはなるんですが、まあ、ウェブテストの対策、まあ、SPI とかの対策をしてほしいなと思っています。なんでやってほしいかっていうと、さっきのエントリーシートと同様のところなんですけど、まあ、面接よりも前に来る、まあ、選考の前半部分に来るもので、エントリーシートも、まあ、ウェブテストもいわゆる足切りとして使われるものなんですよね。なので点数が、まあ、なんか基準となる点数より低かったら、例えば ES を見ることもなく落としちゃうみたいな会社とかも少なくない、まあ、それだけだったらまだいいというか、まあ、落ちてもドンマイだなぐらいにはなるんですけど、自己分析をしながら就活進めていくと思うんで、第一志望が急に見つかってそのウェブ手が漁ってありますとかになったら、もうちょっとどうしようもないねみたいな感じになっちゃうような気もする。でそれで落ちた時に自分を見てもらうこともなく落ちちゃうっていうのは、まあ、シンプルに悲しいことだと思うので、まあ、そういった意味ではまずES とかウェブテストの対策っていうのはやった方がいいのかなと。対策はすごいシンプルで、まあ、おそらくお二人もやられたことあると思うんですけど、なんかどっちかっていうとめちゃめちゃ頭使わなきゃいけないっていうよりは、なんかスピード勝負じゃねみたいなものだと思うので、なんか一冊本を買ってもらって、まあ、それを何周もしていくみたいな感じでやっていくと、まあ、1週間ぐらいでもそこそこいい感じにはなれるんじゃないかなと思うので、それをやってみると、2日で1周回すとかでもいいですし、まあ、できる人だったら1日1周回してみるとかいいのかなっていう気がします。ウェブテスト2人どうですか？ついこの間落ちました。福山くんはどう？これ結構受かってるなって思います。まずいですね。まずいですね。対策しない。経験が多分大事ですよ。どういう問題が出てくるのかっていう。では最後の3つ目お願いします。3つ目は、企業を絞る、まあ、この段階で企業を絞ってどこにエントリーするかっていうのを決めておいた方がいいのかなっていう気がします。これもまあ理由があって、まあ、さっき言った通りな部分もあるんだけども、行きたいなと思った会社を見つけられても、もうすでに募集を締め切ってますみたいなこととかも、まあ、就活が早期化してる今はあり得るところなのかなと思うので、就活解禁前だったらまだ全然どこの会社にも行けるような状態なのかなと思うので、今のうちにどういう業界に行きたいのかとか、どういう企業に行きたいのかっていうのを絞っておくっていうのは大事なのかなっていうところと、あとは就活が進んでいくと面接が一気にバババって入ってくることとかも結構あったりして、そうすると面接の対策をしなきゃいけないななんて思ってると、エントリーする時間がないっていうことで、エントリーするっていうことをしないでいると、まああんまり考えたくないけど、その面接が全部落ちちゃった時にまたゼロから始めなきゃいけないっていうのは結構メンタル的にしんどい部分もあるかなと思うので、最初に一気にエントリーはしなくていいんだけど、こういう会社エントリーしとこうかなみたいな、したいなみたいなリストを作っておいて、どこかにこう落ちてしまったら追加でエントリーしていくみたいなのをやって、常に何か選考が動いてるみたいな状態にしておくと気持ち的にも楽なんじゃないかなっていう気がします。その企業を絞るっていうおしゃれだと思うんですけど、業界も絞った方がいいですか？絞れてる。ちなみに2人は？これはもう結構絞れてます。どこ系の？広告。僕はついこの間まで絞れてたんですけど、いろいろな社会人の方の話を聞いて、結構いろいろ
ブレてきてまた絞りきれないっていう状態になってるんで、個人的には絞らなくてもいい気がするし、あとはそれは目的によるんだろうなって思うんだよね。今言ってくれた通りで、なんかいろんな人の話聞いていたら、まあ、いろんな企業とかいろんな業界がいいじゃんと思ってるみたいな、はい、それはいいことだとも思うんで、だったら目的を決めて、まあ、今から1週間でもいいし、ひょっとしたら就活解禁してから1週間も含めていいんだけど、その間でなんか会社を調べたりとかエントリーをして説明会に行って、3月の中旬ぐらいまでには業界を絞るみたいな目的を立てていろんな業界見に行くとかだったら、それはそれでいいじゃないとも思うから、そういう感じでやるのも一つかなと思うし、まあ、あとはそもそも業界も別に絞らなくていいのかなと。自分の興味があることとか自分のやりたいこととか、まあ、そういったものっていうのは別に業界によらないっていうこともあるのかなっていう気がするんだよね。なので、まあ、自分のなんか本音の意味での就活の軸みたいなものを設定しているんであれば、それにかなう業界であれば、まあ、どこでもいいんじゃないかなと思うし、1業界につき100社ぐらいエントリーしなきゃいけないみたいなのが就活であるとしたらそれは無理なんだけどでまあ現実そんなにいけるわけでもないと思うんで、20とか30ぐらいなのかな平均のエントリー数って。なんでそれぐらいだったら業界が多少ばらけてもいいんじゃないかなっていう気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとここで一つお知らせを挟ませてください。2月22日と2月23日にベクトルさんで対面とオンラインの就活イベントがあります。実際に松竹さんだったり東京ドームさんだったり、数々の企業の人事さんが参加されて、その人事さんとお話しできるイベントだったりとか、あと私たち旬だよりメンバーも参加するので、ぜひ興味がある方は対面オンラインどちらでも開催しているので、概要欄からチェックしてみてください。ということで3つ聞けたので、最後に就活本格化する前に覚えておきたいこと、心構えみたいなところを教えてほしいです。ちょっと濃くない言い方かもしれないんですけど、まあ、今後面接にいっぱい落ちるっていう覚悟はしておいた方がいいというか、まあ、そういう腹は決めといた方がいいのかなっていう気はします。文系とかだと20社30社ぐらいにエントリーをするんですよね。ただ内定をもらえるのって多分 2,3 社ぐらいが平均なのかなっていう気がするんで、それで言うとまあ本当に20社とかそれくらい当たり前に落ちる。ただ就活始めたての頃って ES が1社落ちただけでもなんかちょっとメンタルきちゃうというか、面接なんてもう追ってのほかで人格を否定されたような気にもなっちゃうんですよね。なので、まあ、落ちるのは当たり前ぐらいの気持ちで思ってほしいなっていうのが一つ、まあ、あとは、まあ、もし落ちたとしても新卒就活っていう点では、まあ、まだ至らなかったんだなと、足りなかったんだなって認めるのも、まあ、一つ大事な部分なのかなっていう、その就活っていう点の部分ではダメだったけど、社会人として成長していけばいけるんじゃないかとか、そういった会社に行こうかなっていうのに別の企業を探してみるとか、で最終的に転職で行ったら1000になって、まあ、その会社に行けるみたいなこととかもあると思うんで、人生どうとでもなるんじゃないのというふうに、まあ、どういう道筋でも行きたいところとかやりたいところにはなんとか行ける気がするんで、まあ、それぐらいのラフな気持ちで行ってみてもいいのかなっていうのがあるというところが一つと、あともう一個は自分でちっちゃな目標を設定し続けるっていうのがすごい大事な気がしていて、まあ、今言ったところもあるけど、やっぱりこう自分を否定されてるような気持ちにもなるし、自分を否定しちゃうみたいな瞬間もあると思うね。自己分析とかもそうだと思うんだけど、だから内定っていうその目標とか結果ちょっと遠いじゃない、2ヶ月3ヶ月ぐらいかかっちゃうから、そうじゃなくて もっと手前に一個一個目標を作っていって、自分の成功体験みたいなのを作って、まあ、モチベーションだったりとか気持ちを上げていくみたいなのがいいかなと、まあ、ES を1時間で書けるようにするとかそういうレベルでもいいし、面接で面接官の人を1回笑わせるとか、まあ、それでもいいのかなっていう、あ、なんか刺さってるなみたいな感じになると思うんで、まあ、そんな感じでやっていくと少しゲーム的にもなるし、自分のモチベーションも上がるし、そんな感じでやっていただけるといいんじゃないかなって気がします。はい、ということで本日は就活1週間前にやっておくべきことと、まあ、どういう気持ちで就活解禁に挑めばいいのかっていうことをエルトさんに聞いていきました。エルトさん、ありがとうございました。最後にエルトさんから就活にメッセージお願いします。就活早期化とかなんかめちゃめちゃ言われてて不安な方も多いのかなと思うんですけど、まあ、基本的にはスケジュールっていうのは大事なんですけど、自分が今何をしなきゃいけなくて、どの段階何をしていたらいいのかっていうのを理解してるという
ことが大事だと思っていて、それができてれば、まあ、内定とか自分の行きたい会社への道っていうのは開けてくるのかなと思うので、まあ、今日の動画を機にぜひ頑張ってみてください。頑張ってください。途中でもお話ししたんですけれども、ベクトルさんの対面とオンラインでの就活イベントありますので、就活解禁前に開催されるので、解禁前に何かしら頑張りたいなっていう方はぜひ参加してくれたら嬉しいです。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。ここで新ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。 LINE 欄からチェックしてみてね。